バニステリオプシスカーピは一般にアヤワスカ、カーピ、ヤイと呼ばれ南米のキントラ農家の鶴植物。センジジ汁のアヤワスカの調合に用いられ、これはエンセオジェンとして植物の師匠としてアマゾン熱帯雨林の先住民に用いられてきた歴史がある。本種はハルマラアルカロイドのハルミンとハルマリン、テトラヒドロハルミンを含有する。これらのアルカロイドは モノアミン酸加工素害薬として作用するベータ、カルボリン系のアルカロイドである。アヤワスカのもう一つの原料であるサイコトリアビリディスは、主な抗生神性の物質である N、N、ジメチルトリプタミンを含み、このマウイは DMT を蛍光で摂取しても作用するようにする。本種の茎には0.11から0.83%の ベータカルボーリンが含まれ、ハルミンとテトラヒドロハルミンがその主な素生物である。本種の全部くらいにアルカロイドが含まれている。雑誌 RC ワールドディクショナリーオブプラントネームズによれば、バニステリオプシス属の命名は、ジョン・バニスターによる。彼は17世紀のイギリスの生殖者で、博物学者である。当初はバニステリア属とされたため、 本種は時にバニステリアコピーと呼ばれる。アメリカ合衆国でのカーピの規制はない。2006年の最高裁の判決は、カーピを含むアヤワスカについてであり、別の植物サイコトリアビリディスが、規制物質である DMT を含有しており、アメリカ合衆国に130人の信者を持つ、ブラジルの宗派ウニオンドベジタルが、その儀式において、この調合茶を使用を指示したものである。 カナダでは、寄生薬物、物質法にてハルマラは、スケジュール3に指定されている。鶴植物とあやわすカチャについては、法律上曖昧で、同法が、寄生物質を含む、天然資源を違法だとしていないためであり、この見解を国際麻薬統制委員会も支持している。プラントティーチャー2011年のこの小説は、カーピの使い方を求めた旅行者の人生が、一変していくことを描いた。 ありがとうございます。